リードが食べたい。評価で見かけてるな。僕はリードが食べたいんですよ。まあこれからね、地震が来るだの、火事が起きるだの、洪水が起こるだの、天変地異がたくさんあるわけですよ、世の中には。そうなった時に食料なんて多分必ず来ると思うんですよ。だから最近もね、なんかコオロギ食べたりとかあったじゃないですか、うんうん、ってなった時に僕らにある一番身近な植物って何ですかね。リードだ。もうリードしかないでしょ。リードしかね。あれなんか使ってってみんなどうします？結局割れたりしたら。割れたりとか使い古したらもう捨てちゃいますよね、うんうん、もったいない。あの小ささで300円400円でした、ね、確かに。今日はだからね、食べてみたいと思います、リード。ただ僕は食べるのが嫌なので誰かに食べてもらいたいんですけど、興味ある人いますか？じゃあ僕が食べますわ。興味あります？ちょっと食べといたい感じがね。なんで？美味しくない？なんか美味しくない。いや、あれって不思議なもんでさ、なんかメーカーによって味違う。確かにそうそう。まあただそのまま食べるわけにはいかないんで、まあ、調理はしますけど、じゃあそれでやっていきますか。チーム戦でいきましょう、今回は。グッドバーで分かれる場所。おお。じゃあ、okay. 僕とスティーブさんのガリデブコンビで。ガリデブコンビ。こちらは何？チーム平凡平凡平凡で行ってみましょう。よい、料理開始です。はい、チーム平凡です。はい、まあリードを頑張って柔らかくして、これで肉をつけて下味をつけてカレーと和えるのと、あとは揚げせんべい的なのを作りたいかなと思ってます。で、リードをどうしましょう。なんか4種類あるらしいんですけど。あ、でも全然なんか香りが違う気がする。なんかそれ匂い強くない？シャワーね。これ銀箱。うん、銀箱。あ、違う。へえ。匂いがあんましない。ちょっと香りある方が美味しいですかね。いや、でもこれと合わせるからほら、ちょっと癖強いとさ。そっか。テナーの箱にしましょう。はい、これ匂いそんなにないので、はい、じゃあこれ使っていきたいと思います。はい、チームリードの要請です。僕たちは何を作るかと言いますと、そばを打ちます。リードのそばを打ちます。なので僕らはまずリード粉を作るところから始めたいと思います。リード粉とか初めて聞いたんだけど。どうします？ちょっと嗅いでみよう。なんか香りが多い方がいいか。そう、そばは。そうね、香り高い方がいいね。確かに。じゃあそうしようか。いや、まあジャバでいく。とりあえず僕たちはこのこいつで削っていくところから。まずはその作業が主になってきます。そう、ではやっていきましょう。おいし。じゃあやっていきましょうか。はい、工程1は、工程1は圧力かけて柔らかくします。リードを8します。8って、あと刺さないようにしてくださいね。命がけかもしれない。リード2枚を炊飯器に出したい。1対2ぐらい、1対3にしときましょうね。1対3でいいんじゃないですか。やっぱり炊炊の方がいいかな。130ぐらいいっちゃいましょう。いっちゃいましょう。150だった。150で、あと2杯、水を3杯。うん、450。はい、ってことで快速で炊いていきます。スイッチオン。しばらく42分待ちます。42分待ちます。やるぜ。多分地獄だよこれ。じゃあまずはこの粉を抽出するところから始めるわけですよ。え、なんかめっちゃいい匂いするんだけど。ね。あ、はい。え、なんか鳴っとるぞ。なんで俺らご飯作ってんのにさ、
そうだよ、カプラーメン燻製してかぶってるじゃん、ミャングウェイで。はい、では揚げせんべい用にご飯ちょっとすりつぶしていきます。はい、こんな感じでヘラでこう潰していく感じでやっていきます。まあこんなのすぐ終わるんでね。まあ早送りだよね。早送りだね。ではやっていきます。マジか。ちょっと待って。もうない。1グラムもない。1グラムもねえよ。え、何グラム必要なの ?160。炊き終わりましたが、いかがでしょうか。オープン。これはどうなんでしょうね。うん、見た目はあんま変わんない気がするけど。うん、ただの木の板だね。柔らかくなってる。いや、ただの木の板だね。柔らかくしてない。全然柔らかくなってないよ。柔らかくならんな。そりゃそうだよ。板が煮込んで柔らかくなったら家やばいやろ。家が潰れるで。長くならないね。よし、じゃあここから第二工程に進みましょう。ささがきますか。ささがいて、揚げて、パリッといきましょう。パリッと、うん、あ、思ったよりささがけてるじゃん。ささがけてる。え、それはどうするんだっけ。今から揚げます。揚げるそれ。見てください、黄色のささがきです。これパッと見食えそうじゃないですか。食えそう。リードのささがりです。見てみたいです。1分半ぐらい。あ、やべえ、焦げてる焦げてる焦げてる。あ、焦げちゃった。あ、でもすげえ香ばしい。これもこれでありかも。あ、おせんべいの匂いだね。うん、あ、いけるようになってる。これご飯さっき潰したんですけど、ここに混ぜて揚げていきます。150g だ。ほぼさ、つなぎを 40g 準備しておきました。それじゃだから割合を変えよう。それを4分の1にして 160g の方に4分の1にする。めっちゃ少ないです。なるほど。じゃあ 10g と 40g、 4でレビューの方が高いんですよ。そしたら超少ない。半分半分にしようか。そうだね、4だったから、足して8でこれに。とりあえずそれでやってみます。うん。俺今頑張ってるから5g になるかもしれない。すごくない？これが最終です。そうそう、いいから。色はついてないけど。死ぬほどの努力して得た4g。食べますか？そばってさ、なんかそんな二八そばとかさ、なんか八そばってそれってさ、どういう8割がこれ、そば粉、2割がこれ。じゃあ、売り上げ変えてさ、ゴブゴブとかしたらどうなんすか。いいと思う。で、5割そばだから。じゃあ、とりあえずこれを入れます。今じゃあ、これは小麦粉です。はい、いいですね。これそば粉ですね。4g です。こちらが
スクズです。リゾコンですね。ニューブラウンです。頑張ってゴム入っちゃうのか。よしよし。うわ、頑張ったやつが。ムラなくこう混ぜますね。すごいね。で、その後どうするの？で、水を加えます。1.5 グラムで足りるみたいです。あ、え、これで3 これでいいです。え、絶対固まらないじゃん、そんな。そうだよ、薄くなってみるよ。もうちょいっていう気がする。全然足りる。もうなんか、そば作るときの失敗の典型例が水入れすぎでしょ。うん、そう。加えたらすぐ混ぜて、私の粉が塊が大きくなっていくんです。最初に比べたらサラサラ感もなくなってる。ね、水回しだったので、これが。ああ、固まってきたんですね。一つにまとめてみたら、うん、あ、いけんじゃん。全然いけるよ。そんな、それでも十分でしょ。いいね。うん。すごいね。いい感じ。パンの生地みたいになっちゃったけど。色合い的に。じゃあこれを伸ばしていきます。いいの？それ広げないの？ドーナツできちゃうそれ。こんなもんかな。俺切ってからさ、チェイ麺作ってもう湯がこう、このまま入れてみよう、うん、ぶち込んでみよう。やべえぞ、見た目悪すぎます。これはそばじゃない。完成。どっちから見たい？怪しい予感がするので。いなんでよ。こんなに頑張って作ったの。こっちから行きましょうか。あ、こっちから行きましょうか。行きます。せーの。オープン。おー。お？じゃあこれを、え、なにやシェフはちだな。木くずが入っちゃったおこげです。これはこれひじきみたいなの入ってるのが、うん、これが、それがリード、リード、あー、これ、うん、こっから見るともろリードだよね、この繊維。あ、ほんとだ。これ刺さりそう。入れていこうわ。こっちは、もうあのただカレーソースリードを添えてです。え、これちょっとどういうこと？カレーソースってことは何をつけんの？これをあのディップして。あー、なるほど。あ、こっち味ついてないから。あ、下味はついてるんだけど、ご飯自体には味ついてないから。あ、薄い。うん、多分薄いだろうなっていうところで。醤油は何に使う？これ醤油じゃなくて、その炊いた時のすき焼きのタレ。濃縮すき焼きのタレ。それをどう使うの？いや、これもディップしていただいて。あ、なるほどね。タレつけてく、そうです、タレつけてくスタイル。まず素材の味だけ。まずこのまんまね。多分じゃあ行きましょうか。美味しいお揚げだと思う。まあ、でもね、匂いはね、いい感じですよ。なんか、ちりめんじゃこみたいな。いただきます。気をつけてね、うん、口の中刺さんないように。あんまい米が硬い。関係ね。揚げすぎた。これがリード。そう、あ、そうです、これがリード。リードだけじゃ。あ、気ですね。なんか魚の骨食ってる感じが。あー、なるほど。じゃあ、一押しのカレーで。ただのカレーなんで。
後のバターチキンカレー。え、何ビードはじゃあここにしか入ってないの？うん、入ってない。なんかずるい気がする。いや違うでしょ、このリードを使ってこうやってやるじゃん。そう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 。なるほどなるほど、上に食うの。いや別に意味なくね。つけたのおかげ。ちょっと行った方がいいよ、これ。木を食べる。もうせんべいだと思って食べてる。うん、うまい、カレーがうまいわ。音はね。頭にいるね、リードが邪魔なんだ。でも、なんかこう、食感はマッチしてるっちゃマッチしてるから、せんべいのパリパリっとした感じに、木の木の感じがなんか遠からずって感じになって、食感としては楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いて我々チーム。でこちらは、僕たちが真心を込めてこねたそばでございます。オープン。これがもう入ってる。これは何なんですか、これは。デザート。お口直し。どうしてもスティーブさんが乗せたいとは。まあ、そばでしょ。そばですね。わさびと、ただ上のやつは何なんですか。まあ、食べてみて。これどう食べるのがいいのか。わさびを。まずはもうそのままに。そのまま。いただきます。よくわからん。あ、でも、なんだろうこれ、まあ、香りって言われればそうなのかもしれないし、ただなんか、ちょっと粉っぽいっていうか、ボソボソする。そばってそんなもんね。あ、でもね、甘い。甘いの。じゃあちょっと、つゆにつけて、4分の1。チーズつけたら何でもうめえわ。やっぱり甘い香りがするのと、ちょっとやっぱザラザラとした食感が下に残り。ああ、なるほど。わさびの隣のやつも言ってもらって。あ、これ、うん、何なんですかこれは。あ、このままもしかして一番わかるかもしれないね。ああ。なんか木くずが見える。ボソボソした小麦粉に木くず練り込まれてる。そのまんまだ。木の感じめっちゃするわ。あ、そうなんだ。直感的に。クモじゃねえな、リードって。これはそうちゃん腹下すな。じゃあ勝敗決めてもらいましょう。勝敗。勝敗か。無駄にいいな。ちゃんと審査してもらうためにはやっぱこうリードの風味がその出てるかっていう。うん。OK。ね。じゃあ今回の勝者は。チームボンです。やった。負けたと思ってた。いや絶対金もらってるわ。いやね、だってこんなせんべいとそばだったら俺だったらそば屋になっちゃうから。いや、あのね、リーズのなんていうの、素材をどうしても感じたのは感じたんですよ。うん、ちょっとパリッと感と、うん、で言うと
マッチしてるのはやっぱりこのせんべいなんですね。なるほど。パリパリっていう感じ、うん、こっちはほんとなんか薬が違うするから美味しいかと言われたら美味しくないよね。納得いくないよね。罪悪感俺ら倍の時間かかる。ちょっと実食してみますか。行ってみましょう。硬い。だってそのかじってる音がいいもんね。ああ、揚げ餅だ。うん、木だって別に。そうだね、リード感じないね。いや、なんかいるんだよたまに。ひの味するね。めちゃめちゃ効いたね。なんかさ、ボソボソしてない、うん、すんごい深い。あのアイスの木の棒なんだよね。あ、ちょっとかじったのか。あ、そうそう。あ、ね、これは茹で不足だ。それうまい。うまい。チョコなんだこれ。全然食える。みんなうまい。納得。うん。こっちがうまいわ。うん、これだったら全部食える。なんかすごい残るね、確かに。